うわ怖いよ。開けられへん。うわくっそ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 。いやいやどうしようかな。これあっちゃんです。今日はついに来ました、この日が。シュールストレーミングス。開けましょう。吸いらへんのか、シュールストレーミング。蓋開けましょう、蓋って缶開けましょうね。ちょっとね、完全防備するね。ちょっと待ってね。手袋をね、手袋をして、する前に、ちゃんなこと忘れた。カッパ着よう。カッパがカッパ切るわ。やかましいわ。マスク持ってきゃいな。マスクみたいな普段せえへんが、マスク持ってきゃいな。マスクええわ、もう。まあ、匂い、ちゃんと匂ぐわ。こんな100均のカッパ効くんかな。今日ね、めちゃくちゃ暑いんよ。さあ。暑い。まあ、草よりマシか。あのね、わからへんねんけどね、服に飛び散るとね、服捨てやなあかんぐらい臭いらしいのよ。だから100均でカッパを買っていいだのよ。ちょっと待ってね、準備するからね。よいしょ。さああんまり効かなさそうなカッパやけど、足元がかなり怖い。よいしょ。では行きましょう。さ、いや怖いなこれ。ちょっとやばいからね、川の近くでやるわ。さ、行きます。いやいやいや、どうしようかな、これ。ちょっと怖いな。怖いね。ちょっと待って。もうちょっと足場ちゃんとする。こんなん飛んでったら目に遭うやろ。行くよ。怖いよ。よいしょ。か弱いから開けられへん。片手開けられへん。いやマジで片よ。うわ。なんかお風呂の中のスカシッペみたいや。しょうもな。ごめんなさい、みんな期待外れて。ごめんね、しょうもない女で。くっそ。なんかちょっと遠いところで臭い言ってるけど、あっち一個も臭くないねんけど。全然臭ないねんけど。くっそ。ゲホゲホ言うてんで。缶詰開けんのにが、しびれた。ちょっと待って。このね、汁をできるだけ流さんように。くそ、もっとプシューっていうリアクション期待しとったのに、がっかりやんけ。
喋って全然臭くないよ。みんながゲホゲホ言うてるけど、あっちゃん一個も臭くないです。鼻ですったら風の神様ありがとう。あっちゃんには全然匂いがしないわ。なんか嫌な匂いが、嫌な匂いがほんのり。うわなんか匂ったことのあるようなないような。ちょっと待って、腕って開けたれ。もうちょっと開けなかな。このうわ缶詰が、おい分からへんぞ。ちょっと待って、缶詰の蓋が沈んじゃったわ。どうしたらいいの。あ、白捨てたか。えう、よし、これでよいしょ。世界一臭いと言われるの缶詰がついに開きました。なんだこれ。いやいや、どうしようかな。これシュールストレーミングスファズンでご覧いただきます。では、あくさまぐって言うたかったんだけどな。めっちゃ美味しいわ。塩加減も程よいし、ベタッとしたの。世界人生初シュールストレーミングスの感が、あくさい。行きます。いやいや、どうしようかな。これちょ怖いな。あ、怖いね。ちょ待って、もうちょっと足場ちゃんとする。こんなん飛んでったらめちゃうやろ。行くよ。うわ怖いよ。よいしょ。か弱いから開けられへん。片手開けられへん。いやマジで片よ。うわ、ええなんかお風呂の中のスカシッペみたいや。しょうもな。ごめんなさい、みんな期待外れで。ごめんね、しょうもない女で。なんか、ちょっと遠いところで臭い言ってるけど、あっち一個も臭くないねんけど。全然臭ないねんけど。ゲホゲホ言うてんで、缶詰開けんの苦が、汁出た。ちょっと待って、このね、汁をできるだけ流さんように。くそ、もっとプシューっていうリアクション期待しとったのに、がっかりやんけ。喋っても全然臭くないよ。みんながゲホゲホ言うてるけど、あっちゃん一個も臭くないです。鼻ですったらさ、風の神様ありがとう。あっちゃんには全然匂いがしないわ。なんか嫌な匂いが、嫌な匂いがほんのり。うわなんか匂ったことのあるようなないような。ちょっと待って、腕って開けたれ。
もうちょっと開けたかな。この。うわ缶詰が。おい、わからへんぞ。ちょっと待って。缶詰の蓋が沈んじゃったわ。どうしたらいいの。あ、白捨てたか。えう。よし。これで。よいしょ。世界一臭いと言われるの缶詰がついについに開きました。なんだこれ。ん？そんなに臭くない。何これ、ちょっと待って。何これ、え、何これ、何これ、何、何これ、こんなん骨や、骨しか残ってないの。そんな言うほど臭くない。え、これ何？食べれません。食べるとこがないです。こんな骨しか残ってないの。え、嘘、何これ？何これ、身がない。ちょっと待って、嘘。身がない。骨しかない。しょっぱいだけ。企画倒れ。何これ、企画倒れ、おもんない。ちょっと待って、これシュートリングどこのメーカーか知らんけど、企画倒れ。2022年って書いてあるんだけど、賞味期限これマジ。ということで、こんなんをいただきました。ちょっとこれを開けてみましょう。いい香りがします。オイルサーディン。せっかくここへ来て、これ何、これ何、ちょっと待って。これでも膨らんでるから、どういうこと、こんなのあり。ちょ、これクレーム入れなあかんな。ねえ、ちょっと残念。思ったほど臭くもないし、食べるとこもないし、がっかり。こんなのありなん。骨しか残ってない。食べとこもないよ。全部知る。なんなんこんな。人生初シュールストレミングさ、これ。リベンジするかな、もう一回。ねえ、もう一回買おうか。うん、ハエが寄ってきた。なんか寄ってきたな。ハエが寄ってくるっていう噂はあったけど、ほんまに寄ってくる。その検証はできたみたいやけど。なんなんこれ。もうちょっと、内臓。全部溶けてんのよ。で、これは常温保存やねん。え、保存、あっちゃんの保存方法は間違ってないはずやねん。常温保存して缶が膨らんできたら食べ頃。で、缶が膨らんでないときは食べちゃダメなんね。で、ハエがたかりやがった。まあ、そういう状態でこんなのが来たからね。で、舐めてみたけど、ただ単に食辛い魚。どういうこと？ね、っていうことでね。まあ、仕方ないんで、ちょっと手を洗って。完全防御。帰りましょう。せっかく完全防御したのに、何のプスッって言って屁こがれて、臭くもなくて、これで終わりっていうことでした。では、美味しくオイルサーディンをいただきましょう。はい、世界一臭いって言われるシュールストレーミングス。ね、ちょっと待って。前、この前取った。マスク取った。はい。シュールストレーミングスね、世界一臭いって言われとったけど、臭いどころか、そんな匂いもあんまりせず、企画倒れに終わるのもあれなんで、持ってきてくれた、オイルサーディンをシュールストレーニング、そこのローソンで買った。
あ、そういうの、そういうことのローソンで、目の前のローソンで調達してきたあのオイルサーディンを、ちょっとあっちゃんが調理します。みんなでね、美味しくいただきましょう。せっかくなんでローソンで買ってきた長寿君。マヨ、目の前にある松田のマヨ。こうやってね、遠慮なしにいっぱい乗せられる。具材とかなしに、よいしょ。こっちぐらい乗せて、玉ねぎ乗せて、もう一回ダブルマヨ食べましょう、はい、みんなで食べましょう。これを昼食べたから全部食べられるかな。食べようか。みんなで、ほんのり臭い、なんか臭いのがふわってくるんやけど、今頃になって缶詰もっと溶いてこいといてよかったな。開けた缶がね、うんこの匂いする。あんねんな、溶けてしもうとんねんな、あれ。ではどうぞ。では、はい、安心して食べられると思って。はい、一応チュールストレミングス風なもの、風なもの、なんか持ってんのか持ってんのか意味わからんね。多分世界で一番ってか世界で多分こんなチュールストレミングス動画出してる人おらへんと思うよ。プスッとも言わんなら中身も出てきゃへんだって。見たけど、あ、ちょうどぴったりやった。ほんまね、あっちゃん負けながらね、3カメラでプスッとやるもんやろ。残念です、はい。ということでね、シュールストレーミングスファズのね、これいただきます。では、あっ、臭っ、まぐって言うたかったんだけどな。あ、めっちゃ美味しいわ。あ、塩加減も程よいし、ベタっとしたの。そこに缶があるから臭いんや。缶近くまで、ほんのり臭い匂いを匂いながら食べたらそんな感じになるかな。世界で人生初シュールストレーミングスの缶が、あ、くさい。嘘リアクション取れへんあっちゃんでした。おいしい。ちょっと待って。食べてる気分になれる。アホちゃうかも。情けながらやってて、マジ臭いねんけど。なんかね、ものすごいがっかり。でもこれをあちゃんは持ってると思います。やっぱり誰がやっても臭いし、中身あってしょっぱいっていうリアクションしかないから、骨だけ出てくる。これ笑いの神が降りたかなと自分の中では思っときます。一回またやります。あのね、シュールストレーミングスって2月に仕込んで、ひと夏を越えて9月から年末にかけてが食べ頃らしいねんね。
だからそれぐらいのタイミングだから、今はタイミング的には悪くないと思う。俺はね、なんだよ、コロナの影響で中のあのニシンが感染してたのかもわからない怒られなかった。ある意味2020年最後の、最初で最後のやっちゃん企画ないっていう企画に終わりましたまああのこれね、2020年コロナであの予定が全部飛んじゃって、それをね反映するようなないっていう終わり方、あの誰やったっけ、出川やったっけ、誰かがあの あれか山崎芳生かな、どっかでおみくじ吹いたら、ま、真っ白が出てって無っていうのが出てったって聞いたけど、ある意味それと一緒で持ってるなと思います。はい、朝木でした。うん、まだリベンジします。でこれね、季節のもんでね、なかなかない時にはないらしいね。でまた手に入ったらやりたいと思います。あのプッスークッサーいうのやりたいね、マジで。だからこれは次回、いつになるかわからへんけどやりたいと思います。なかなか、ね、見ることのないシュールストレーミングの缶の中から骨が出てきたっていう美味しいシチュエーション、神様ありがとう。これもね、友人様のご加護やと思います。ありがとうございます。いやー面白かったな、ある意味面白かったよ、楽しめたわ。動画を見てくれてる人はどう思うかわからないけど、あっちゃん的にはめっちゃ面白かった。出た、あげた瞬間に骨しか出てきないんだってね、たまに食われたんかなと思うんだけど、綺麗にね、猫が食べた、あのアニメに出てくる猫が食べたみたいな骨しか出てけんから、こんなことあんねんね、マジで。なんか笑わせてもらいました。だから缶爆発せへんだし、やけど開けた瞬間に自分が爆発したわ。うん、美味しい、美味しい。うん、でもお昼ご飯食べたすぐ後やからお腹結構いっぱいでも食べます、うん、うん、美味しかった、ごちそうさまでした。今回の動画はシュールストレーミングスの匂いを嗅ぎながらオイルサーディンを食べた動画でした。ではまたね、バイバイ。